はい、今回は遺伝についてやっていきます。体細胞分裂は染色体の数は変わらないで、原数分裂は生殖細胞を作るとき染色体の数が半分になる特別な細胞分裂のこと。植物と動物に分けて、植物は精細胞と卵細胞、動物は精子と卵があって合体して受精卵ができる。それぞれ同じ数だと倍になる。ちゃんと言うと、受精卵の染色体の数は親の細胞と同じになる。形質は生物の持つ形や性質のこと。遺伝子ってのは形質を決める元になるもの。染色体の中にある遺伝は親の形質が違う遺伝子によって子に伝えられること。有性生殖における遺伝は親から遺伝子を半分ずつ受け継ぐので、親と全く同じ形質にはならない。無性生殖における遺伝は子は親の遺伝子をそのまま受け継ぐので、親と全く同じ形質になる。まとめノートです。面白かった、ためになったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。コメントもしてね。バイバイ。